今回は股関節の可動域を広げるトレーニングを紹介します。可動域が広がることで怪我の予防やプレーの幅を広げます。無理のきく体を作っていきましょう。親子でできるのでお家で楽しくトレーニングしてみてください。それではどうぞ。なかなかこのような股関節のストレッチをしていても可動域は広がらないですよね。僕も柔軟性があまりなくなってきているのですごく困っています。かといってこのような無理やり足を広げて柔軟性をつけようとしても痛くてなかなか続きません。なかなかこれだと痛みが伴うのでなかなか続きません。三日坊主で終わってしまうのが関の山です。ではこんなやり方はどうですか。まずは背中をつけて膝を伸ばしたまま足を広げていきます。これは足の重さと重力を使って股関節を広げるストレッチの動作になります。10秒ぐらいを目安にやってみるといいと思います。次に動作を入れていきます。膝を伸ばしたまま足を拍手するようにくっつけて広げてを繰り返していきます。これは10回ぐらいを目安にやっていきましょう。膝が曲がらないように気をつけて足を動かしていきます。足を広げるときはあまり勢いをつけず足の重さと重力に身を任せるような形でやっていくことをお勧めします。次に右足左足と交互に片足ずつ広げていくという動作を入れてきながらやっていきたいと思います。この時のポイントは片足を動かしている時には反対の足は止めておく。この足が動かないように気をつけながらやっていきましょう。あとは片足だけ動かすので勢いよく足を下げてしまうと股関節を痛めてしまうので十分に気をつけながらスピードもコントロールしながらやっていきましょう。次に先ほどの2つを組み合わせて広げる右足左足というように3つの動きを複合して行っていくものになります。足を広げる動作片足片足を1セットとしてそれを10回やってみることをお勧めします。もっとできるよという方は、回数をちょっと多くしながらやっていくといいと思います。結構これはきつい動作になります。この動作はすごくきつい動作になってくるので最初は少ないセット数を目標にやっていくことをお勧めします。そしてそのセット数ができるようになってきたら徐々に回数を増やしていき自分のトレーニングに活かしていくといいと思います。だんだん辛いトレーニングになってくると膝が曲がってしまったりフォームが悪くなってしまうとあまりトレーニングの効果が発揮できないので気をつけながらやっていきましょう。最後はカエルキックになります。足の裏を合わせて上下に足を動かしていきます。これも10回1セットとして行っていくことをお勧めします。足の後ろをくっつけたまま足を動かしていくという動作が股関節を広げる動作につながります。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも動画配信していきますので、チャンネル登録、高評価ボタンで応援してください。よろしくお願いいたします。このトレーニングに関する質問などはコメント欄にお願いします。